ヤリカワの怨霊に違いねえ。お気をつけくだされ。
堺様、お戻りで。タカ、お主のおかげで槍川も戦えるかもしれん。礼を言うぞ。ありがたいお言葉。モコが騒がしくなってきましたね。我らが手麦をなぶったからな。復讐に燃えておろう。攻めてきますかね。今夜ではない。だが我らを寝かせず。お探しの者が。坂井殿。起きておったか。百姓だけで。あんたも酔った方がいいね。剣士のやつ、その日はわらじ一足で過ごしたんだ。ひどい味だ。母親のお気に入り、浴びるように飲んで。酒が切れると怒ってね、わめくんだ。私の茶はどこだって。それは苦労したな。タカが6つの時腕を折られてさ、あの子を連れて足がちぎれるくらい走った。しばらくしてから知ったけど、のたれ死んだって。姉として立派な行いだ。時として逃げることが何よりも勝る手だて。大変だ。逃げたりしないよ。坂井様、姉さん、猛虎が。行くぞ。どこにおる。表門です。このままでは。止めなきゃね。あのお方、クロード様だ。クロード様、お助けを。やめろ、やめろ。タカ、戦えぬ者を集め、館に入れ。みんな、館に逃げ込むんだ。急げ。門まで迫ってる。敵だ。
門が破られる。一生懸命だ。町に入った猛虎は一人として生かしておくな。敵を通すな。組み隊避けよう。成川を守れ。クロード様に続け。一人も通すな。猛虎を通すな。俺のことだ。ジプシーがいっぺん出すな。猛虎が引いてく。これ式の戦いで引くとは魂胆は何だ。釣り出すつもり。いや、できる限り敵を遠ざけ館に逃げろ。俺は投石機を破壊する。行くよ。ならん。鷹を見ていろ。まず一つ。
壁が抜かれた。まだ手立ては残っておる。町に戻るにも難儀しそうだ。これは百古町の手抜け。館のそばにおるぞ。皆殺しにされる。誰か近寄らないで。かかってこい。
現れたか。己の首で恩賞をいただく。我が名は酒井仁。この島を荒らす異敵に天誅を与える者。己の血で畑を潤せ。それで手向け。己が得るのは六文銭だ。知れ事を。調子に乗るなよ。すぐに対馬を去れば情けをかけてやる。槍川を焼き尽くす。姉さん